こんにちは、フェルナンドこと竹谷です。ボスニア・ヘルツェゴビナの山間部を抜けてモンテネグロに入ります。モンテネグロも山の中です。舗装はしてありますが、恐ろしいくらいの山道です。東欧レンタカー旅の5カ国目となります。モンテネグロではドゥール・ミトル国立公園とコトルを訪ねます。それではどうぞ。8月14日ボスニア・ヘルツェゴビナで朝を迎えました。世界遺産ビシェグラードロ・メフメド・パシャ・ソコロビッチ橋です。その橋に面してホテルがあります。ボスニア・ヘルツェゴビナの安全情報はガイドブックによると不安定となっています。そんなことはなさそうですが、長居は無用です。何回目の給油でしょうか。とにかく1回の給油で900キロ以上は走ります。しばらくボスニア・ヘルツェゴビナ国内を走ります。本日のルートですが、山間部を走るのでとても3時間では着きません。表通りだけを走っている分には特に問題なさそうです。普通に信号もあります。安全に気をつけるのは言うまでもありませんが、状況はかなり良くなってきているようです。ガイドブックでは正常が急変することもあり、テロ行為も続いているとあります。ここで鉄砲を持った人が出てきたらどうしようもないです。ミナレットがあったり、その内実は複雑なのでしょう。まっすぐはサラエボですが、左に行きます。地雷が残っている地域もあるというが、安全に徹するに越したことはありません。左に曲がってモンテネグロ方面に向かうところですが、これで国境を抜けれるのでしょうか。山道に入りますが、また引き返すのは勘弁です。前に行く車がいるのでとりあえず大丈夫でしょう。国境のようです。山の中の国境です。国境を渡る橋です。橋に木が敷いてありますが、ところどころ木が抜けています。国境とは言ってもいろんな場所があるものです。モンテネグロに入りました。国境を越えるのも一苦労です。この地域、山が急峻になってきました。トンネルもただ岩をうがっただけです。わお、こんなところにまで来てしまいました。落石に当たったら嫌ですよね。ダムが作った人造湖です。本日の目的地、ジャブリャック、こちら大丈夫と思いながら行きます。苦労あれば景色もいい。何かほっとする時間です。左の場所です。かなり高度を上げました。日本では見かけなくなりましたね、この手のトンネル。トンネルを抜けると草原が広がります。草原も高度を上げると山が近くになります。いやはやこんな景色になるとは想像もしていませんでした。道もこんなんですが、舗装してあるので問題ありません。この山というか岩、断層が縦になっています。ドゥール・ミトル国立公園に入りました。世界遺産に登録されています。二こぶ山が見えます。先ほど見た二こぶ山の右手の方です。
この辺りが峠のようです。その峠から今までの景色です。ダコブ山の左手の方角で山登りは明日です。ガードレールがありません。道を外したらそのまま谷です。ドライブレコーダーの情報を別の YouTube にアップしています。宿に行く道のはずですが、この道は断念します。戻っても知れてますのでいいです。宿は目の前のはずです。再度宿への挑戦ですが、この道を来ました。知らないということは恐ろしい。ちゃんとした舗装道路があるではないですか。後で分かったことですが、ちょっと遠回りです。毎回ですが宿に着くとほっとします。特に今回はボスニア・ヘルツェゴビナとモンテネグロの山岳地を越えたので余計です。アパートタイプの宿です。部屋はキッチン付きですが、バスルームはドアの外です。近くの町ジャブリャックのスーパーで買い物です。その町の先に湖があるといいます。青の矢印のところが駐車場で、そこから歩きます。ドゥールミトル国立公園にはトレッキングコースがたくさんあるようです。ブラックレイクという名前のようです。ドゥールミトル国立公園の一部です。吾妻山で来てみました。例の二子部山ではありません。左手の山がこの公園最高峰のドゥールミトル山と思われます。このジップライン、距離が長いので面白そうです。帰り道、ラズベリーを買います。宿に戻ります。レセプションから見た様子です。今日の夕食は肉です。頑張っていただきます。明日はドゥールミトルさんに挑戦します。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。